取材する練習しましょう1例 1, 1いつもどんな音楽を聞いていらっしゃいますかジャズそうですねジャズをよく聞きます 1, 1どんな国に行ってみたいと思われますかブラジルそうですねブラジルに行ってみたいと思います2 テレビはどんな番組をよくご覧になりますか？スポーツ。そうですね。スポーツをよく見ます。例2。毎日お忙しいですか？aa 忙しいです。い,いえい,いえ、そんなに忙しくありません。1。1> チケットはお持ちですか？aa 持っています。 2, 2もう予約はされましたかい,いえい,いえ、まだしていません3お分かりになりましたかええええ、分かりました 2, 2 0よく相撲を見るんですよえ、相撲をご覧になるんですか 1, 1毎朝ジョギングをしているんですよ え、毎朝ジョギングをなさるんですか 2, 2娘が3人いるんですよ。え、娘さんが3人いらっしゃるんですか3先月インドネシアに行ってきました。え、インドネシアに行ってらっしゃったんですか3例<イ>何か質問、手を挙げてください。 何かご質問が終わりでしたら、お手を挙げください。1. 興味。ぜひ参加してください。何かご興味が終わりでしたら、ぜひご参加ください。2. 2> 留学の経験。話を聞かせてください。留学のご経験が終わりでしたら、お話をお聞かせください。これで OK。 本日はお忙しい中取材に応じていただきましてありがとうございました日本ムービーのアレックス・スミスと申しますよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしますまず今回の衣装で特に工夫された点についてお話を伺いたいと思います作品はアジアが舞台ということですが例えばどのような点に工夫をされたんでしょうか 工夫した点ですかそうですね。アジアの昔の衣装を参考にしたんですが、舞台が日本でもない、中国でもない、架空の場所になっているので、自由にデザインを考えることができました。なるほど。自由にデザインをお考えになることができたんですね。それは、例えばどういうことでしょうか。もう少し詳しく伺いたいと思うんですが。そうですね。 昔からアジアの人たちが着ていた服のデザインを自由に組み合わせて、新しいデザインを作ることができたんです。そうですか。他に特に難しかった点が終わりだったら教えていただけますか難しかった点ですかそれは…本日は貴重なお話をありがとうございました。どんどん覚えましょう。 寒い、わざわざ、おいでいただきまして。お寒い中、わざわざおいでいただきまして、ありがとうございました。二、忙しい、お手伝いいただきまして。お忙しい中、お手伝いいただきまして、ありがとうございました。三、急ぐ、アンケートにご協力。お急ぎのところ恐縮ですが、 アンケートにご協力いただけませんか。4. 支給確認したい。電話しました。日曜日、お休み。支給ご確認したいことがありましたので、お電話いたしました。日曜日でお休みのところ、申し訳ありません。5. お帰りなさい。旅行はいかがところで、疲れた。 仕事の話おかえりなさい。ご旅行はいかがでしたかところで、お疲れのところ、お仕事の話で申し訳ありませんが。6毎朝ジョギングしているんですよ。ああ、そうですか。毎朝ジョギングなさっているんですか。7毎朝ご飯じゃなくて、パンを食べるんです。ああ、そうですか。 パンを召し上がるんですか8たまに着物を着るんですよ。ああ、そうですか。たまに着物をお召しになるんですか。9スーツはたまにしか着ないんですよ。ああ、そうですか。スーツはたまにしかお召しにならないんですか。10毎日どうやって通勤されていますかどうやって通勤するかですか 車で通勤しております十一。毎日どこで買い物されていますかどこで買い物しているかですかだいたい近所のスーパーですね取材する